ASD マンフレドーニアカルチョはイタリアプリア州マンフレドーニアに本拠地を置くサッカークラブ2017から18シーズンはセリエ D ジローネエッジに所属している1932年に創設1950年に一度は財政破綻し新たな AS マンフレドーニアとして再スタートを切った後1980年代に チーム名は SS マンフレドーニアカルチョに変わっている。長年、セリエ D 以下のアマチュアリーグが主戦場だったが、2004年には、実に64年ぶりのプロリーグ復帰となるセリエ C に、昇格。さらに翌2005から06シーズンから3シーズンは、セリエ C1 に在籍した。しかし、レガプロセコンダディビジオーネに所属した2009から10シーズン後に、財政破綻。 新チーム ASD マンフレドーニアフットボール1932として地域リーグのエッジエレンザから再スタートを切ることになった。なしなし。ありがとうございます。